岡市で今日から5歳から11歳の子どもを対象にした新型コロナウイルスのワクチン集団接種が開始されました。集団接種が始まったのは早良区の桃地体育館です。今日は基礎疾患や留学を控えているなど事情のある子どもたち68人が接種を行っています。接種券は今月から年齢が高い順に発送され、4月末までには福岡市の5歳から11歳の子どもおよそ10万人に配布が終わる予定です。集団接種はインターネットやコールセンターから予約可能で、毎週日曜日に桃地体育館で実施されます。